皆さんこんにちは。広報校長課の宇賀本与那城デミです。先日私お誕生日を迎えました。イエーイ。27歳になりました。まだまだ若くフレッシュにこれからも頑張っていきたいと思います。応援してください。それでは今回の豊橋ナウのラインナップはこちら。自宅の選定やってみまいと、総合スポーツ公園サッカー場式典内覧会の様子をお届けします。最後にお知らせで広報豊橋4月号の見どころもありますので最後まで見てください。それではまずはじめに自宅の選定やってみまいの様子をご覧ください。自分で庭の植木の手入れをしてみようという講習会が豊橋市青少年センターで開かれました。指導にあたるのは豊富な経験を持つ豊橋市シルバー人材センターの会員の皆さんです。講習会はシルバー人材センターが豊橋市内在住の60歳以上を対象に毎年行っているものでシルバー人材センターの紹介を兼ねています。今回は男女合わせて15人が参加しました。講習ではまず切って良い枝と残す枝の見分け方など剪定の基本を学びました。具体的な作業の様子がビデオで示され参加者はメモを取るなどして熱心な様子で聞き入っていました。続いて作業の安全確保について解説が行われました。説明役の会員が脚立を立てて危険な動作を実演するなどして作業の安全確保の重要性を訴えました。午前の座学が終わると屋外に出て実習が始まりました。5人1組3チームに分かれての作業です。今回は電動機器を使った作業ではなくノコギリと剪定バサミを使う手作業が計画されました。中には手慣れた様子で作業を進める人もいて元気に体を動かして黙々と作業に取り組む姿はたくましさにあふれていました。予定された2時間ほどの作業が終了すると周りの植木はきれいに刈り込まれていました。こういうことやったことないんでそういう意味ではどういうことやっていいのかもわからなくて参加してるんでいい意味ではすごい勉強になります。切っちゃいけないところとかなんかあるだろうからそういうのをして教えてもらえるといいなと思いました。私たち豊橋シルバー人材センターではお仕事のほかにですねこのような今回の剪定講習また布造り講習いろんな各種講習をやっております。ぜひ皆様もですね仕事だけではなくそんな講座に一緒に参加してみてはいかがでしょうか。自宅の剪定やってみまいでした。参加者の皆さんはしっかり算定方法を学ばれているようでしたね。続いては総合スポーツ公園サッカー場式典内覧会の様子をご覧ください。豊橋初となる人工芝サッカー場として整備が進められてきた総合スポーツ公園サッカー場の完成を祝う式典が春分の日の3月20日新型コロナウイルスの拡大を受け一部内容を変更して行われました。式典ではまず佐原浩一豊橋市長が新しいサッカー場は芝のプラスチック破片が海に流れ込まないよう排水施設完備の環境に配慮したサッカー場となっていることを紹介したほかサッカーを楽しむ多くの市民に愛されるサッカー場にしてほしいと呼びかけました。皆さんがこうハードなプレーした時続いて豊田和夫豊橋市議会議長に加えサッカー協会代表者らによるキックインセレモニーが行われました。
セレモニーでは佐原市長のホイッスルを合図に勢いよくボールがピッチに蹴り込まれ、サッカー場の完成を祝いました。こんな素晴らしいですね、人工芝のピッチというのは本当欲しかったんですね。もうこれをきっかけに本当子どもたち、少年から社会人、大人ま で我々シニアもですね、しっかりきちっと使っていただきたいと思います。式典に続いて内覧会が行われ、施設の紹介がされました。およそ2万756平方メートルの場内にはフルサイズのサッカーグラウンド一面に客席、管理棟などが整備されています。グラウンドは少年用として2つに分けて使用することも可能になっています。使用された人工芝は JFA 公認芝で、長さが6ミリと長く怪我をしにくいとされています。また夜間照明も完備され、グラウンドを半分にした利用も可能で、駐車場はおよそ240台が収容できます。7月1日から豊橋総合スポーツ公園サッカー場がオープンします。このサッカー場から将来 J リーガーが生まれてこればとても嬉しく思います。ぜひ皆さんこのサッカー場を使ってください。この人工芝サッカー場の利用は月曜日を除く午前9時から午後9時までとなっています。詳しくは総合体育館またはスポーツのまちづくり課へお問い合わせください。豊橋市初の人工芝サッカー場です。踏み心地のいい芝生で皆さんサッカーを楽しみましょう。続いては広報豊橋4月号の見どころをお届けします。広報豊橋4月号の特集ページのテーマは、いますか？あなたのかかりつけ医。皆さんには自分自身や家族の健康について何でも相談できる身近な医師、かかりつけ医はいますか？いざという時にどの病院にかかろう、大きな病院に行った方がいいのかな、など迷っている方もいるのではないでしょうか。今回の特集ページでは、医師や患者の声を通してかかりつけ医の必要性について考えます。かかりつけ医は複数あってもいいのかや、症状に合う診療科目が見つからないときもかかりつけ医でいいのかなど、素朴な疑問にもお答えしています。あなたもこの特集ページを読んで、かかりつけ医の必要性を考え、いざという時のために自分に合う自分のためのかかりつけ医を探してみてはいかがでしょうか。続いては4月号の一押し情報です。豊橋市では4月1日からマイナンバーカードの窓口を拡充します。窓口ではカード申請や受け取り、電子証明書の更新などを行うことができます。窓口は月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで。詳しくは豊橋市役所市民課までお問い合わせください。また企業などに豊橋市職員が出向き、カード申請手続きを補助する出張申請受付も行います。対象は申請者が10人以上の企業・団体です。申し込みは希望日の30日前までに、電話で豊橋市マイナンバーコールセンターへご連絡ください。広報豊橋を皆様の生活にお役立てください。さて今週の豊橋ナウはいかがでしたか。来週もお楽しみに。続いては街角ネット田原です。バイバーイ。